どうもー、カラソンスメダンソトです。今回もファイブナイツアットキャンディーズの方やっていきたいと思います。今回で最終回じゃないでしょうかね。前回は5夜目の方をクリアすることができて、この6夜目っていうねやつが出てきたので、今回はこちらをやっていきたいと思います。スタート。どうなってしまうのか、さらに鬼畜具合が増すのか、それとも全く違うゲームになっちゃったりとかね、それはないと思うけども、どうなんだろうな。バンバン襲ってくるのかな。いつも通り電話がかかってくるね。一応カメラチェックしようか。いきなり、あ、もういきなり動き出してんね、女の子。12番にいたりするんだ。ちょっと待って。早くねえか。あ、例のやついた。なになに、ちょっと待って、早いぞ。え、来るか。グレートジョブ言われました。ありがとうございます。なんですけども、ちょっと待って。え、あの例のフレディっぽい、あー、3番にいる、閉める、あー、閉める、それは閉めよう。ちょ、右側は、え、来る、あ、ちょっと、ま、ちょっと、ノイズがすぐカメラ見るたびにすぐビリビリ、あー、ちょさあ、コンティニューしていきましょう。異常な速さで襲ってくるやつは一体何なのか。やべえな、6夜目。これはもうワンチャンクリアしないっていうね、可能性もあると思います。先に言っておきます。今の1回目で何か俺は察しました。このモードはもう、まあ、おまけみたいなもんだから、この鬼畜を体験してね、みたいな感じでしょうから、ちょっといい感じのところで、終わりにしたいと思います。クリアできたらよかったね、ぐらいな感じで、ちょっと待って、危ないよ。早いんだよ、まだ電話の途中なんで、12時なんだよ、もう。おかしいだろ、どう考えても。あ、もうカメラは見ちゃいけないのかな。ずーっと誰かが移動してる。怖い。左側もそろそろ来んじゃないこれ。何あの異常なスピードで前進してくるやつら。やばいでしょ、どう考えても。右左作戦、もう右左作戦だけでこうやってく感じ。その勢いですよね。もう逆に締めといちゃおうかな作戦からの真ん中をチェック。真ん中は大丈夫そうだ。あー、動いてるねー、動いてるねー。で、オオカミとかもちゃんといるんだもんな。すごいよな。一応開けときましょうか。まあね、電池がなくなるのも目に見えてますね、こんな感じで閉めてたらね。オッケー、左、はい、右、オッケー。で、こっち開ける。あー、いた。まだいらっしゃった。オッケーオッケーオッケーからの、オッケー、1時になったぞ。いいぞ、とりあえず1時間伸びた。さっきよりはいい。あの、なんか変な細い、こいつ細い変なフレディみたいの、これ嫌だ、すごい嫌だ。エイリアン感が半端じゃない。なんか他のやつらより可愛くないよね。なんかね、ほっそりしてて目玉もないしみたいな。目玉あんのかな、ちっちゃすぎて分かんないのかな。よく分かんないけども、とりあえずあいつ嫌だ、すげえ早いんだもん、めちゃめちゃ。左指名の、右指名の。あいつもし目玉がないキャラクターならば、え、今どこにいるんだ。あ、光らない説ありえますよね。あの10番のオールドタイプって言われるものなのか。じゃあそしたら可能性としてはありえる。うわー、いる。ちょっと待って、ちゃ、危ない。電池が限界までというか、ドアが悲鳴上げてんだわ、完全に。赤になっちゃってんの。電池使いすぎ。あー、危ねー。もう3時ぐらい目標にしていこうかな。もう3時過ぎたら終わるぐらいな感じの、低めのハードルでやらして、マジで。無理だわ、ペンギンかわいい。ペンギンはかわいい。あー、ちゃ。まだ大丈夫かな。8番、7番に移動した、6番に移動した、閉めます。あの暗闇にはやついるからな。で、4番を見て、5番、2番、 OK、 いない、よし。で、こっちもそろそろ開けても大丈夫。ブー、 OKOKOK、 よし。おー、来た、2時過ぎてるぞ。いいぞ、
ペンギンは可愛い。3番に移動した。オッケー。からの、猿あたりは、あ、またいる !9 番ちょっと待って待って待って。10番に下がったね。で、8番にいると、あ、ペンギンを1回回避。いい、オッケー。からの、からの、からの、一回開けたい。開けてからの左がそろそろ危ない気がするんだよな。あいつやったら早いからさ。ほら、もう7番までもう入室してるよ。早いわ。すぐ入ってくるんだもんな。怖っ。あ、あ、3時まで行かせてくれよ。女の子。さあさあさあ、またコンティニュー。3回目の挑戦です。やっていきましょう。さあ、この鬼のようなやつなので、とりあえず3時を目標にしていきたいと思います。もしこの鬼を体験してみたいなっていう方はね、ぜひね、自分でプレイしてみるといいですよ。多分そんなにスペックも要求されないゲームなので、だから余計世界的にヒットしたのかなって感じもしますよね。ファイブナイツシリーズってね。その辺もこう考慮して、いい感じのゲームですよね。ですのでぜひご自分の手でやってみてはいかがでしょうかと。私は言いたい。この鬼畜具合なかなか楽しい、なかなか楽しいが、クリアできる自信はない。さあ、そして OKOKOK、 カメラチェックしようか。9番にいて7番あたりにもう来てそうだね。来てるね。来てますね。来てますね。おー、来てますね。めちゃめちゃ来ますね。怖いですね。あー、6番 にもう来るんじゃない、あのやつもね。そして5番とかにはいないかな。オッケーオッケーオッケー。1回開けよう。1回開けた後に閉める。で、オールドチェック、オールドチェック。うわ、マジか、まだいるんか。はい、閉める。で、真ん中は大丈夫。あぶねえ、4番に今いた。あぶねえ、さすがに6番帰ったよな。いるんかい。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。何この旧式のやつらみたいな、その目光らないやつら、怖すぎるだろ。そこにいるのにわからない。何あの恐怖心。これまず電池持たねえよな、システム上な。ほぼな、こんなんな。大丈夫、これやばくねえか、これ1時台だぜ。これ1時台でこの攻めってやばくないですか。これ電池もう3分の2ぐらいしかないぜ。無理だろ、どう考えても。だってバンバン来るもんな。電池増強してくれ、量がないと。倍ぐらい量がないと無理でしょ、こんなねえ。で、目光らないやつが2人いる。7番にいる。6番に来た。閉める。うい、閉める。やべえだろ、これ。だって、どう考えても閉めてる時間がさ、長いじゃん。どうしても必然的に長くなってしまうから、こんなんクリアできるんでしょうか。スポサルが、あー、やばいやばい。隣来てる。隣来てる。猿が、猿が、猿が7番にいたけど、まだ6番には来ないかな。オッケーオッケー。閉めたいな、閉めたいな、閉めましょうか。閉めて右を開けたい。オッケー。で、猿がくくるるる。オッケーオッケー。そろそろ真ん中チェックじゃない。あー、ちょっと動き出してるわ。いるね。あ、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 3番まで切る。で、4番、ちょっと待って待って待って、あぶねあぶねあぶね。で、真ん中をそろそろ1回締めたい感じするね。オッケー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 。で、右側に連チャンして、来るんじゃないかな。3番にいるんだもんね。まだ締めっぱにしときたいけど、電池持たねえのは知ってる。電池持たねえのはもう知ってる。うん。もう知ってるんだけど、知ってるんだけど、あの、締めさせて。俺の目標3時なので、締めさせてくれ。そうすればなんとか、なんとかなるんじゃないかな。あ、帰ったね、帰った帰った。オッケーオッケー。さあ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 。3時突入、やったやったやった。じゃあもうこれで、死んだら終了でお願いいたします。死んだら終了でお願いいたします。ファイブナイツアットキャンディーズ、パート6までやってまいりましたけどもね。今回この3時台でこれね、過ぎましたのでね。ここで死んだら即終了でございます。さあやっていきましょう。あー、6番に来たらやばいぞ、それは。あーっ、それにやられるか。最後それか。まあいいや。じゃ、違うやつ。え
違うやつまあいいや。ということで、パート6までね、やってまいりました。ファイブナイツアットキャンディーズ。ファイブナイツアットキャンディーズ2もあるみたいなので、もしかしたら、やるかもしれません。ということで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ここは鳥の爪団の本部。今なら入団テストを免除で入団することができるぞ。真ん中のパネルを押して入団だ。一緒に鳥の爪団を盛り上げよう。あなたの入団お待ちしております。